はい、それでは説明していきたいと思います。今回は、スワロをメインにしたデザインになっております。で今回使うスワロなんですが、フラットバッグって言って、まあ、裏がフラットな状態の、まあ、比較的乗せやすい形のものになります。で色をメインの色がアーミーグリーンっていう、以前私の企画でやらせていただいたスワロフスキーのカラーになっております。はい、で今ですね、塗ってるのはこれクリアのカラーですね。デッコとかに使えるカラーを塗っていております。でクリアカラーなのでこんな感じでこのぐらい色は透けますよ。夏とかはとてもぴったり。はい、これで硬化します。はい、そしたらもうちょっと色味欲しいので二度塗りをしていきます。これはもうお好みでいいかと思います。二度塗りすると色は濃くなるけど透け感はそのままっていう感じですね。はい、では早速、ストーン、あとスタッツ、これを乗せていきたいと思います。で今回ですね、結構こう並べてたくさん量も乗せるのでちょっと乗せるのが大変かもっていう感じなんですが、とっても華やかなデザインなのでワンポイントとしても使える可愛いデザインになっております。じゃあまず最初、これアーミーグリーンですね。これをまずは乗せていきます。これが中心になるので中心がずれないように全体見ながら乗せていってください。でパーツ止めのジェルは、フィキシングジェルを使用しております。はい、で今度はですね、これリーフスタッツの小さいものを使っております。あとはこれラウンドスタッツですね。まあ、なんというか隙間をどんどん埋めていく感じですね。なんかこういうデザインをするときは、まあアクセサリーを参考にしたりもするし、こうやってなんかメインはこのストーンを使って、であとはスタッツとかで埋めていこうっていう場合はバランス見ながら、細かく私は埋めていきます。で形をどんどん作っていきます。なので実際の施術の時はお爪のサイズに合わせて置き方変えたりとかもしていきます。どうでしょう、ちょっと2つ乗せるだけでだいぶ印象が変わる感じですね。あとは、まあ、左右対称になるように調節をしていきます。で今回はですね、途中で、まあ、固めずに一気に乗せてしまおうと思ったので乗せていきます。はい、で、今乗せたスワロはアーミングリーンとよく似てますが、実はちょっとパープルです。ちょっと動画だと分かりづらいかもしれないんですが、パープルのスワロを乗せてます。でこのスワロは全部フラットバッグです。なので乗せやすいですよ。はい、でこちら側にも同じように乗せていって、隙間にラウンドスタッツを置いて埋めていきます。はい、これだけスワロが乗るとこのキラキラ感がすっごい可愛いですね。はい、これで硬化をしていきます。
い、こんな感じでスワロー置きました。でこのあとコーティングをしていくんですが、スワロはあのカットが綺麗で、この輝きがなくなってしまうともったいないので、今使っているこのジェルはリッカジェルさんのデコジェル2ですね。ちょっと固めのパーツの隙間を埋めるジェルになります。これで、このスワロの周り、あとはあのスタッツの上はそのままこのジェル乗せてます。でこういう細い筆で乗せていくと細かく隙間を埋めていけるので、これで、スワロの上はジェル乗せないように、スワロの周りにこのデコジェル2を乗せていきます。で隙間を埋めていきます。の前にこの作業をすることで、よりそのカットは残したまま、取れにくいスワロが取れにくいようにできるっていう感じですね。はい。でそしたら、今回は、まあ、分かりやすいようにコンテナタイプ の、 実際施術で使うトップを使っていきます。で先ほどのデコジェル2を塗った時と同じように、スワロの上にはトップを塗らないので、さっき使ったこういう細い筆、これでトップをスワロの周りにまずは乗せていきます。さっきみたいな隙間を埋める感じですね。さっきデコジェル2を塗ったところと同じところを今トップジェルを乗せていっております。今これでだいぶスワロの周りの隙間は埋まってる状態ですね。ちょっと上からの映像なので分かりづらいんですが、カットは残したまま周りの段差は埋めていっております。でそしたら、まあ、ちょっとあの筆を変えて周りをトップを塗っていきます。これはもういつもと一緒ですね。でこの時大きい筆、今これ変えて塗ってるんですが、この時にあのスワロの上塗っちゃわないように気をつけてください。で心配な場合はさっきの細い筆で全部塗っていってもらうと、まあ、より確実にスワロの上にはトップ乗らないように塗れると思います。はい、これで硬化します。どうでしょう？スワロのカットは残したまま、トップ塗り終わりました。でこれはリッカジェルの専用のクリーナーで今表面の未硬化ジェルを拭き取っております。はい、こんな感じで輝きを残したまま、トップまで完成しました。これだけ華やかでしたら、まあ、ワンポイントで使うととっても可愛い。色変えてももちろん可愛いと思います。はい、では本日の動画のご紹介は以上になります。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。それじゃあバイバーイ。